はい、どうも、うみです。本日は困ったチャットというゲームをやっていこうと思います。はい、このゲームはですね、もう早速ヤンデレな彼女ってなんかタイトル出てるんですけども、女の子とね、チャットをして2択でね、もうまだ仕事中残業してるって下に出てるんですけど、この2択を選んで、まあ、女の子とチャットしていくゲームって感じですね。女の子とね、たくさんねやり取りができる最高のゲームとなっております。やっていきましょう。ヤンデレな彼女、ヤンデレな彼女と LINE ちょっと怖いな。彼女何してる？これ失敗したらなんかどうなの？残業してる？まだ仕事中？残業してる？あ、会いたい、俺も会いたいよ。なんか彼氏の顔がなんか意外と平凡。俺も会いたいよ、一昨日会ったばかり。これ一回嫌われてみる？一昨日会ったばかりでしょ、すぐ会いに来てくれなきゃ死ぬ。怖い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 。はいはい、明日のデートでね、仕事切り上げて向かう、少し待ってて。これ多分不正解、正解あるでしょ。ちょっと不正解してみよう。あー、クリア、クリア、本当に。ダメダメダメ。翌日彼女の部屋に行くと、そこには彼女の、ダメ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 です。ごめんなさい、ちょっと今のはダメ。ちょっとちゃんとね、こうヤンデレ彼女はね、丁重に扱わないといけないからね、すいません。今のはね、ちょっとウォーミングアップ、ウォーミングアップであんなひどいこと言っちゃダメだけどね。まだ仕事中、会いたい、俺も会いたいよ、はい、すぐ会いに来てくれなきゃ死ぬ。あ、これ選んだ方なんかあれ出てるね。じゃあ仕事切り上げて向かう、少し待ってて。これでハッピーエンドに向かうんじゃない？おお、なんかめちゃくちゃハッピーエンド、さっきとはもう真逆めっちゃ可愛いな。エロい格好で待ってた彼女、よし今夜は寝かせないぞ、イエイエイエイやめえやめえ、仕事早く切り上げたのはいいけどね、今夜は寝かさないぞってセリフがちょっともうすごい台無しになっちゃった可愛いな。でもなんでこんなコスプレしちゃったんだろうはい、寝くそ。まあ幸せならよかったよ。美人なお隣さん、はいはい、これはまだじゃあ付き合ってない状態で、ね、美人ですねお隣さん。急にごめんね、今家にいる？いますよ。はい、どうしました？お隣さんとね LINE 交換するっていうのもすごいけどね。はい、いますよいますよ。はい、 G が出たの。 G ってあの虫っすよね。うわ、このアパート、まず不正解やっぱ見ていこう。あ、な、今回チャラそうな男の子ですね。このアパートもついに隣人のよしみでお願い、助けて。窓を開けておけば勝手に出ていきますよ。今すぐそっちに行きます。鍵を開けておいてください。窓を開けておけば勝手に出ていきますよ。怖、こんな言われたら悲しいよ絶対これな、とんでもないことに。うわー、こっちの家に来たー。翌日俺のベランダに G が、いや無理無理、隣から侵入してきたのか、怖、本当に窓開けてたら隣の家に行ったっていうお家なのねちゃんと素直に聞いたんだいうこと。はい、反対の結末は、いや多分ねここ最初は関係ないと思うんだ。はい、で最後だね、最後にでエンディングが分岐すると、今すぐそっち行きます、鍵を開けておいてください。いやこれでね進展するんだろうな。駆けつけるとそこにはセクシーな姿の隣人さんが、いいもの見れたなんでセクシーな格好してるの隣人さん。今から部屋に男がね、お隣さんといえどね、男よ一人の。うん、そんな格好で出向いちゃダメよ。ね、隣人さんがたまたまいい人だったけどね。あ、もう、これが悪い男だったら襲われてるよ。いや、まったく。あんな格好でね、お出迎えは絶対ダメ。同じクラスの親友。はい。やばい。FA かなFA ちゃん。どうした？あ、これ女の子じゃない？女の子同士だ。恋愛系じゃないのか。妊娠しちゃった？そう、今日、壮絶なね、暴露ですね。ガチで？それはやばい。なんかおめでたな感じな言い方じゃないもんね、これ。ガチで？バレずに下ろしたい。どうしよう。まだ学生？あれ？さっきタイトルなんだったっけ？学生なのかな？まずは親に相談しなよ。ネットで調べよう。まず親に相談しろだよね。これはさすがにネットの情報ダメだからこっちが正解。はい。ああ、ネットで買った怪しい薬を飲んだ。FA じゃなかった名前変わった？やばいよそれ、吐血してんじゃん。あんまネットの情報本当にね当てにならないこと結構あるからね。これは絶
対に親に相談、うん、こういうのはさすが言いにくいだろうけど、うん、もうちゃんと正直に言うしかない。親に相談しましょう。親に説得されたらしい。F名は元気な赤ちゃんを出産した。あ、お母さんたち、お父さんお母さんはあれか、産みなさいって言ったんだ。わ、すごく良かった。いい親だったし、この子も強いね、お母さんになった。いやー、いいお話だこれは。友達もすっごい嬉しそうだし、可愛い赤ちゃん、赤ちゃんのこの帽子めっちゃ可愛い。はい、ネクスト。親友しーみストーカー被害。はいはい、ストーカー被害か。悩みがあるんだけど聞いてくれる？どうしたの？あ、これ今回も普通の女の子同士の会話だね。最近誰かに帰り道をつけられてる気がするんだ。それってストーカー？それって痴漢？痴漢ではないね。まだね。ストーカーですね。今も後をつけられてるっぽい。今、ん？ぽい？どこに逃げたらいいかな？うちに来る？ネットカフェは？うちに来るが一番いいけど、ネットカフェはっておすすめしてくる友達をこう、ねえ、まあ自分家に都合よくそんな、ねえ、呼べる状況じゃないことの方が多いけどね。え、これシミ？女子大生殺害ストーカーか。こんなことになるならうちに呼べばよかった。呼べる状況なら、うん、きっと呼んだ方がいいけど、え、でもどうなんだろう。なんかちゃんとさ、なんか男の人がいた方がいいとかないのかな。動画を視聴すると結果が見れます。あ、はい、見ます。今夜は2人で宅飲み。明日一緒に警察へ相談に行こうね。あー、よかった、いいお友達思ったよ。本当、ポテトチップス、寿司味すごく美味しそう。ポテトチップスすごい食べたい気分だったんだ、ちょうどマジで。いやー、いいな、なんか久しぶりにポテチ食べたい気分。はい、ネクスト。FEE ナッチ。中学校の授業中、はい、授業中に LINE するヤンキーですね。やば、どうした？急に生理、あー、トイレ行きなよ。こっそりそこでナプキンつけちゃう。こっそりそこでナプキンつけちゃう、やばいっしょこれ、はい、言っちゃう。でもナプキン持ってない、貸して。今は無理、休み時間にね。ハンカチに包んで投げる、キャッチして投げちゃダメ絶対に。なんかね、女子校ならね、まだしもおね、驚愕だったら絶対に、はい、これ絶対不正解だよね、こっちが。あ、こっち、あ、こっち正解だった。休み時間、イーナッチからお礼を言われた。あ、大丈夫だ。ちゃんとキャッチできたのね。なんか、もう、ハンカチに包んでポロって、いや、落ちかと思ったんだけど。あ、よかったよかった。はい、じゃあ逆の選択肢。今は無理。休み時間にね。はい、こっち、あ、でもそうだよね。今すぐに渡せなくて、あれだったらどんどん違うみたいな感じになるか。イーナッチの椅子が血まみれになって大惨事。涙目で睨まれた。うわー、これはそうよね。あ、でも赤いスカートだからまださ、あんま目、いや、関係ないね。ごめんなさい。関係ないわ。全然関係ない。もうこういう時は本当すぐに、早急にトイレに行った方がいい。うん、こんな、ねえ、普通に服につくの嫌だし、パンツ汚れるのも嫌だしね。はい。F 子、独身女との不倫。あー、来た。不倫来たよ。不倫ネタ。はぁ、どうした？お、男が来た。久しぶりの男。この関係に疲れた。そんなこと言うなよ。俺は楽しんでるよ。うぜえな、この男。もう奥さんにバラしてやる。嫁とは離婚するから待って。気分転換に温泉旅行でもするか。うわ、何これ、どういうこと？今なんか気が立ってるのかな。嫁とは離婚するから待って。え、どっちが不正解これ。え、でもなんか下がなだめる感じだから、上が不正解。そんなこと離婚とかする気ないのにみたいな。あ、はい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 。家に F 子が乗り込んできた。嫁と F 子の両方に詰め寄られ、絶体絶命の俺。まあ自分で作り出した修羅場だからね、うん。頑張ってください。はい、じゃあ反対の選択肢。気分転換に温泉旅行でもするか？はい、こっち行きましょう。温泉で F 子とイチャイチャ。嫁の雇った探偵が盗撮してるとも知らずに。イエーイ、ウェイウェイ、地獄に落ちろ、この男は。やば、え、音声さすがにそこまで入れるの、探偵で。え、だって、あ、ダメ、どうなんだいけるのかな。いやいや、怖いよ。嫁は気づいてるからね、残念ながら。可愛い妹、いやー、スカッとしますね。あえてバレね、地獄に落ちる寸前の姿性格悪。お兄ちゃんひどい。
何？え？とぼけても無駄、バレてるんだからね。意味がわからない。だから何が？冷蔵庫に入れてた私のプリン食べたでしょ。あら、かわいい、かわいいラインだな。お前のものは俺のもの。あ、すぐ新しいの買ってくるよお前のものは俺のもので、いこう。はい。妹はガチギレ、その後3日間口を聞いてもらえなかった長い。プリンのね、恨みは3日間分口を聞いてくれないからね、これは重いよ。はい、これね、動画見らずにさ、ここで戻ってさ、もう一回、そう、こうした方が早いよね、絶対。動画30秒見なきゃいけないからね。はい。あ、間違った、お前のもの、俺のもの、またしちゃった。すいません、上連打してたら、また同じ選択肢になっちゃいました。あ、すぐ新しいの買ってくるよ。はい、これはいいお兄ちゃん。プリン食われたのに、お礼を言う妹。ツンデレで可愛いやつめ。あー、可愛いね。このツンデレ具合めちゃくちゃ可愛い。はい。新しいの買ってきてくれたらね、もう言うことないもんね。はい、ネクスト。姑のプレッシャー、お母さん。手作りの梅干しを送っといたわ。荷物無事に届いたかしら。すみません、まだ会社なので。今残業中なんです。帰ったら確認しますね。はい。もう夜の8時よ？こんな遅くまで働いてるの？仕事なので仕方ないですよ。いつもこんな時間ですよ。まあ残業だったらね、まあそうなることもあるんじゃないの？仕事なので仕方ないですよ。そんなだからいつまで経っても孫ができないのよ。仕事よりも子作りしなさい。うーわー、あー、いやー、こんなこと言ってくるや、姑。頑張ってみます。今は子供よりもキャリアの方が。これやだ、頑張ってみます。なんかお母さんの言いなりになりたくないんだけど。でどっちが正解なんだ。今は子供よりキャリアの方が。ちょっと下行ってみよう。はい、これはどっちだ。以降姑のいじめが増えた。親戚の集まりでも私の分だけごちそうがない。うわ、最悪。どんな嫌がらせ。もうね、こんな年になってまでさ、人にいじめるっていうね、なんかみっともない大人ですね、この姑は本当に。じゃあ反対の結果見ていきましょう。仕事はね、仕方ないじゃん。姑に言われるまでもないくちゃんと考えてるって自分たちで。じゃあこれは多分上だよね、選択肢。頑張ってみます。頑張ってみますっていうのやだな。これも、これも不正解じゃない。姑が家に押しかけて妊活グッズを置いていった。大人のおもちゃまである。怖い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 姑サイコパスすぎでしょ、そんなの送ってくるとか。ね、なんか反対の結果でもごちそう一人分だけね、あからさまにいじめみたいなことするし、姑の性格やばいよ。